でっけえ鎖だな。おい、この木は何だ。あ、こいつは。悟空さん。見つけたぞ。そうか、おめえあっちの俺か。あっちの奴の仲間か。何？空が。無駄だ。ここは完全に閉じた空間だし、脱出はできねえぞ。なんだって？そうだ。ダメか。何のことだ。ヒュー、さすがはサイヤ人孫悟空同士、めっちゃくちゃ面白いサンプルが取れたよ。ふざけんな。君の考えは読めたよ。何？二人のカメハメハで空間を破ろうとしたんだろ。ダメダメ、無理無理。とっさに思いつくなんて、さすがはタイムパトロールだけどさ。タイムパトロール？俺はおめえたちとは別の次元の孫悟空だ。時空を超え悪さをするやつを捕まえるのが仕事だ。うわ、おめえいいやつだったんか。この星に詳しいようだな。当然だよ。監獄惑星は僕が作った実験場だからね。強い戦士をいろんな時空から連れてきて戦ってもらうのさ。永遠にね。強い戦士か。赤い君、ここを調べるためにわざと僕に捕まったでしょう。私たちを騙したってことか。トランクスは本当にここにいるのか。トランクスは許しがたい存在だ。人間のくせに時間を自由に行き来するなんてね。だから罰を受けてもらったのさ。それに彼を連れてくれば君たちの餌にもなるからね。おめえ悪いやつなんだな。はずれ。悪いんじゃなくて、とってもすごいやつなんだよね。トランクスはどこだ。探してごらんよ。おっと、たとえ再会できたとしても、脱出するためには特別なドラゴンボールを7つ集めてもらわないとね。ドラゴンボール、これだ。1個持ってんか。やつが俺にくれたんだ。あと6つは他の囚人さんが持ってるよ。みんな強いから、せいぜい取られないようにね。じゃあ実験開始。うわ！